こんにちは、けいです。今日は最近めちゃくちゃ顎周りのニキビ跡に悩んでるので、ニキビ跡に一番効くって言われてるダーマペンの施術を受けに行きたいと思います。でダーマペンってちょっとダウンタイムがあると思うので、そのダウンタイムの様子も撮っていくので、ぜひ最後までチェックしてみてください。スタート。今日は X クリニックに来ました。店内がすごい可愛いです。じゃーん。院内にはこんなに大きい全身鏡があって、もう全体的にね、めちゃくちゃおしゃれでめっちゃ可愛いです。ほら、これ可愛い番号。ニキビ跡。ニキビ跡、はい。今まで他のなんか施術されたことありますかね。昔2年前ぐらいにベルベットスキン、やったこと、2回ぐらい受けたこと。わかりました。はい、ベルベットスキンは多分ご存知かと思うんですけど、ダーマペンとマッサージビールの組み合わせですね。はい、ダーマペンはその針で物理的に肌にいっぱい穴を開けていきます。それで肌の治癒能力を再生して、でマッサージフィールはそのピーリング剤で真皮のブラウンを増やして、でニキビの跡とか直してくれたりとかすると思います。はい、はい、でダウンタイムは多分少しある施術にはなるので、うん、赤みとか多分2回ぐらい続くと思います、うん、はい、あとは後々からの顔向けとか、うん、1週間弱ぐらいあると思います。はい、ダーマペンとかそういうなんか薬剤との組み合わせで結構毛穴とかニキビの跡とか結構いいと思いますので、はい、検索していただいた方がいいと思います。はい、カウンセリングが終わったので今から施術してきます。楽しみです。メイク落とし、私の好きな MT、 あとゼロスキンもあります。ドライヤーもアイロンもあるので、めちゃくちゃアメニティ揃ってます。この辺のニキビ跡、うん、と鼻周りと顎の毛穴、うん、しっかり分かりました。ちょっとその辺はしっかり重点的にやっていきますね、はい、お願いします。いきます。シェイクリームやっていきます。20分ウォッチです。麻酔中、大丈夫です。はい、はい、肌が熱くなってる。結構赤くなってます。家でも冷やした方がいいんですか。気になるようだったら、うん、冷やしてもらっても全然いいかなと思います。次の日赤くなるとかなんですか。いや、今が一番ピークで赤くて、これ以上赤くなることは基本ないので、うん、すごい。またこのままお時間10分ほど置いていきます。ありがとうございます。はい、うん、あ、でも赤いね。本当だ、赤いです。施術終わりました。こんな感じでちょっとは赤み出てるんですけど、ツヤがすっごい出てます。ツヤツヤです。これからちょっとダウンタイムの経過を取っていきたいと思います。施術後のお肌の様子です。こんな感じで斑点みたいなように赤くなってると思います。私はここにニキビ跡を消したいから、ここがね、うまく消えてくれるとありがたいんですが、こんな感じで結構赤み出てます。でパックとかねしてあげるとすごく保湿されるけど、
その分なんかカーってなってすごくね、その後にめっちゃ赤くなりました。保湿が大事なのでたくさん保湿してあげてます。はい、施術して次の日のお肌の様子です。まあ、全体的にちょっと赤いかなって感じ。この辺とかもポツ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 って感じで赤いですよね。おでこもちょっと赤いし、部分的にちょっと結構赤みが出てたりとかもしてます。私はここのニキビ跡をねすごい消したいから、ちょっと薄くなったんじゃないかなって思うんですけど、どうだろう。すごく肌が乾燥するからめちゃくちゃスキンケアをしてます。保湿力が高めなもので薬もちゃんと塗って保湿してあげてます。施術3日目のお肌はこんな感じです。赤みはほぼないです。このねニキビ跡もちょっと薄くなったんじゃないかなって思います。お肌もねツヤンツヤンです。今日はメイクするんですけど、化粧のりが絶対いいと思うので楽しみです。施術5日目のお肌はこんな感じです。もうねツヤがね爆発してます。本当にやばいです。ツヤンツヤン。このニキビ跡もね結構薄くなりました。スキンケアする前は鼻周りとかの皮むけが結構ひどかったんですけど、スキンケアしたら結構隠れました。化粧とかすると皮がポロポロ落ちてくるんじゃないかなって思います。カメラで見る限りはあんまり皮むけが分かんないかもしれない。こんな感じでお肌がねもうプルンプルンになってます。マジやばいです化粧のりもめっちゃいいです。はい、これが施術1週間後のお肌の様子です。今はノーファンデでこんな感じなんです。もうなんかノーファンデで全然出てきれるし、なんかむしろファンデーションをなんかのせる意味がないぐらい肌が綺麗で、もう今めっちゃやばいです。ハイライトとかも今鼻のここだけしかしてないんだけど、全然してなくてもなんかもうツヤがすごい、やばいですよねこれ。私2年前にベルベットスキンを2回ぐらいやったことあるんですけど、なんかその時よりもなんかツヤの出方が全然違って、なんかもうめっちゃおすすめです。ベルベットスキンにもやっぱ施術受けるところでいろいろ違うんだなと思って、だからめっちゃここのクリニックおすすめでした。ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ベルベットスキンでこんなに変わるんだって思ったら、大事な日の1週間前とかに施術して、でもお肌ピッカピカの状態でねその日を迎えるのがね一番これいいですね。私のデート前ルーティーンとかに入りそうなぐらいめっちゃこれいい施術でした。ぜひ皆さんも受けてみてください。じゃあねー。